れで決まるんだよね。これこのはい、どうも、現象の伊沢です。そしてナイスガイです。友達にね、あたかのその世界それでは続いての題です。はい「や」で始まる参考になるものといえば。参考になるもの？参考になる？参考になる？あと10秒です。やばい。ちょっと終了。これやばい。今回かなり皆さん苦しんでましたけど、いや難しいです。ジャブから言ってるんで。ジャブ何と思ったら毎回自分のものだって何か言うと、毎回本気のパンチ繰り出せよ。いくぞ、ヤッグジャンプ。参考になる。何の参考にしてるの？生き様でしょ。キングダム読んで生き様の参考にしてないんですか？それキングダム。いや、キングダムだけじゃない。ゴールデンカムイもある。終わったけども。分かった。伊沢さんはかぐや様を読んで参考にしてるやっぱ。かぐや様はあんま参考にしてない。じゃあこれぐらいは参考にしてよ。じゃあ。いいよ。矢野のキャッチ。いやもう今の阪神の監督にまでなってんだから。矢野明宏の話してね。矢野キャッチングバシーンともうビタ止めでいけば。キャッチングだけなのしかも矢野明宏じゃなくて。矢野さんが自分のキャプテンシーとか監督としての采配じゃなくてキャッチングなんだってなるやろ。それは矢野監督にも聞いてみなよ。自分の参考にしてほしいとかどこですかってキャッチングって言うと思うよ。いや本当かな。この動画をご覧の矢野監督。この動画をご覧の矢野監督。いい参考にしなきゃいけないこれは。いくよ。家主の意見。家主。おっと。あなたはどの立場で家主とは誰？いや違う。だから例えばそう実家に帰ったらいるわけですよ。家主がね。親ってこととか。であとは飲み会をね家で宅飲みとかシャバとか考えてほしいんですよ。その時にやっぱ家主が結構意見が大事な、例えば家主がじゃあゴミはここに捨ててくださいとか、じゃあ飲み物はこれを買ってくださいとか、ゴミの捨て場は参考じゃなくて従わなきゃいけない。こうちゃん家に行ってこうちゃんがここにゴミ捨ててって言った上で僕はどこに捨てればいいか考えてこうちゃんだったらここに捨てるけど僕はっていう。ヤングジャンプと矢野キャッチングより多分みんな家主の意見を参考したこと多いじゃん。矢野キャッチングの意見がそれで言うと家主の意見はまあ聞いてもいいかなぐらいだ。これは確実に聞くべき。約款。だから何かをしようと思った時にこれってどうかなって思った時にこれを参考に。それ参照するでしょ。いやいや参考よ。守るべきルールだよ。いやいやあれもはや漢字書きたいだけだよ。違うんだ。違うんだ。悪いやつじゃない。悪いこと言うね。本当悪い。もうちょっとまともな意見ない。いや思ったよりまともかもしれない。じゃあ言うと薬学。病気になった時参考にするやろ。薬学を参考にして薬。じゃあ何も参考にしないで勘だけでこれ薬草じゃねって言って食って飲んでるんですかって。それはこいつなんだろうね。こいつの論破やばい感じで。オール受けでしかない。こいつの論破強い。今出てるのにいいから。でも聞いてないけどお前。誰よりはいい絶対に。今日やっぱりすごいよ。今日来てるね。やっぱ一人成長を感じる。すごいわ。疲れたの。普通の挟むか。じゃあどうぞ。はい、柳田国男です。ああ、ちゃんと参考にする系じゃないですよ。あ、しかもどっちの柳田国男かわかんないこれ。そうね、ノンフィクション作家と民族学者お二人いるんでどっちを取れるようにしておきます。ああ強い。落ち着いた。ありがとうございます。はい、ちょっと一曲。よし、じゃあ、次行きましょう。私どうかな。結構ね、私ね、タイムリーな話よ。タイムリーよ。皆さん、先日の世界陸上見ました？見た。はい。やり投げよ。井口選手、メダルおめでとうございます。そう、井口遥選手。素晴らしく、本当にかっこよかった。見てました。いや、もうやり投げの一瞬にかける気持ち、あれも参考にしかならない。それはやり投げではなく選手の。やり投げの何を参考ですか？まあ、だからその競技にかける思いか。今のエピソードやり投げに込めんでやばいね。本当にやばい今。本当思いついてないよね。じゃあいいですか。どうぞ。みんなにいろいろ言ってきたんですけど、やっぱりこれからね、どんなことが起こるかわからないじゃないですか。この地球に何が起こるかわからない。そんな地球規模の危機が起きた時にやっぱり参考にしていきたいなと思うのがヤシマ作戦ですよね。はい、違う。やっぱ全国の電力をいかに集めて一点突破するかっていうところとかは参考にしていきたいなと思ってるんですけど。参考にしたことある？八島作戦。いや、参考にしたいなとは思ってるよ。どこで？ラミエルが出てきた。ないんだ。八島作戦よりはもう参考にされてるもの。ヤフー知恵袋です。回答の通りには動かないかもしれないけど、参考にはなる。すごいわ。いや、参考。俺らすごい。やった。自分の方がいいです。いや、もうヤフー知恵袋に勝てない。これは無理。正解はヤフー知恵袋でした。やで始まる参考になるもの。正解はヤフー知恵袋。打作で終わるかなとちょっと思ったよね。いやね。いや本当に正解あったわ。それでは続いての問題です。2で始まる予想できないものといえば？2。これだ。大山さん自信あり。まあまあもういいですよ。終わってももう終わってもいい。もう終わってもいいですよ。まだ30秒ぐらいです。予想で。ああこれだ。これよりいい答えは思いつかないな、多分俺にはもう。はい、終了です。はい。誰から？じゃあ自信あるんですか？おいよ。煮崩れ。まあ予想できたらね。そうそう。崩れなんか起こんないからね。定期的に。どういうチョイスなの？気づいたらなってるんでしょ？ああ、煮崩れしちゃった。落とし蓋しとけ。俺いい？どうぞ。2時間ドラマ。結構結末が予想できる。いやでもまあでもそれがドラマでしょ。2時間ドラマだよ。ドラマ予想つくやつあるやんけ。水戸黄門どうなるか予想つくでしょ。それ水戸黄門だから。水戸黄門だから。ドラマは予想つくみたいな。2時間ドラマは予想つかない。誰が犯人か。これはなんで予想つかないかっていうと、2時間ドラマで描かれてる人間が予想つかないから。なんか説明されたけど違うからね。違う。いや回答がなんかゆるっとしてる。なんか人間めっちゃいい回答じゃないですか。何共鳴してるの。人間っていつも俺とかがさなり出すかわかんないからさ、えってなってるわけでしょ。じゃあ出してみろお前もよ。これで決まるんでね。これこの西。もう今日だんだん。すごい。今どっちがじゃないんだ。予想じゃない。ありがとうございます。コンビ打ちやめろ。こっちに差し込まないで。終わり。一回行こう。はい、頼む。すげさん頼む。日経225。誰が今年1月の暴落予想できたんですかって話なんですよ。よし。戻った。あ、でもじゃあ行く。いいよ。入道雲が入ったんですね。予想できないから。まあね。確かにできなそう。15時までこれは難しいからやっぱギリアボーとか起こっちゃうんで。はい。なんかすごいちゃんとやってる。はい。出会った時にああ全然予想してなかったなくらいのものに虹なんだよ。ああすごい出しづらくされちゃって。でも虹はなんかさそのコースでビーってやった時とかには人為的なやつが出てくるよね。確かに。入道雲のが規模はでかいって。私はね予想できないから楽しいものよ。任天堂ダイレクト。おお忍耐。確かにでしょ。確かにもうスマブラ誰来るかとかも予想できなかったでしょ。確かに任天堂の告知やる番組のこと。いやそうやる時期とかも結構不定期だったりとか。確かにこれはみんな予想できないワクワクしながら見るもん。いやそうでしょ。めっちゃ分かったそれ。これはいい回答ですね。これ上手。確かに任天堂ダイレクトにねちゃんと先手を譲って何を出してくれるんでしょう。いやでもこれも予測できないですよ。最初向かい合った時はまさかここまでもつれるなんてっていう予想ができなさがある。入玉ですよまさかここまでもつれた戦いになるなんてね。確かにね、分かんないですよ。入玉は将棋で自分の王とか玉が相手の陣地までこう入っていく、だからかなり戦いとしてはもつれてるわけです。王がそこまでなんか動くっていうことが、まあ、そんなにないと思うので。でも入玉予想できないねと言われたらまあそうだね。まあまあそうだね。しみじみとした良さがある。まあそう。なるほど。決まりました。今回の正解は任天堂ダイレクトです。2で始まる予想できないもの。正解は任天堂ダイレクト。はい、ということでね、今日はね、朝からその正解を、東大で1人でやってきましたけれども、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。懐かしいね、そのくだりね。そうです。皆さんもぜひですね、これが正解だなと思うやつありましたら、コメントだったりとか、SNS で教えていただければと思います。はい。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、楽しんでくださいな。はい、さよなら。はい。通知もね。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるのでぜひチェックしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。